デモリションカンパニー、続きをやっていきます。今回は、ダンプカーの研修へ向かいたいと思います。それでは行きましょう。ホイールローダーで崩して、瓦礫をダンプで運ぶ研修ですね。今回使用するのはこの2台。ダンプを横付けして、一気に積む作戦でいきたいと思います。慎重に。このくらいでいいかな。これで一気に運び込む。オーケー、これはうまくいきましたね。これは結構入ってるんじゃないですか。おお、いいですね。では捨てに行きましょう。はい、私です。下ろします。結構積んだけど、こんなもんなのか。3分の1もないか。また同じ作戦で。慎重に。はい、そこ。1個乗ってる。おう、傾いてるし。
今回も結構詰めたんじゃないですか。やっぱ瓦礫に乗り上げちゃってる。道理で遅いと思ったら。下ろします。あとちょっとだな。慎重に。ああ、やっちゃった。やっちゃいましたね。崩れちゃうと一気に入れる作戦が使えないな。これは面倒だ。下に落ちてるのをかき集めて一気に乗せてしまおうかな。かなり無理やりだけどね。やばいやばい。かかってる。おい、優秀な車。もう少し積んでよっか。
なんか車ごと言ってない。はっはっ、ダメだって。こんな業者には頼みたくないな。無理やりすぎるわ。また乗り上げてる。瓦礫どけないとダメだ。ハンマーの方が良さそう。解体業者というよりレスキュー隊。このくらいでいいかな。OK。では捨てに行きましょう。下ろします。ヌンドワーク。どこがだよ。めちゃくちゃだわ。無理やりすぎるわ。この解体業者。今回はここまで。次回に続く。